にやってみようかって言って、それでね、まあこの前の横浜アリーナ、大阪城、ご存知ではないか、横浜アリーナやったんですけど、そしたらね、当時ね、感極まっちゃって、結局歌ってないんだよね。ずっとお客さんにこうやってマイクの